ヘラルト・ファン・ホント・ホルストは、オランダの画家。ヘリット・ファン・ホント・ホルスト、イタリア語では、ゲラールド・デッラの手と呼ばれたことが知られる。ユトレヒトで生まれた。16世紀初頭に、アブラハム・ブルーマールトの下で絵を学んだ。マルハレタ・マリア・デロー・デルとその両親をオイル・オン・キャンバス、140、X170 センチメートル、ユトレヒト中央博物館所蔵当時のオランダでは、画家たちが、 イタリア美術に傾倒していた。ホントホルストはその傾向に感化され、1616 16年にイタリアへ旅行した。彼はそこで自然主義とカラバッジオの作品に触れる。ローマで経験を積んだ後の1620年に帰国し繁栄を極めていたユトレヒトでオランダのカラバチスティと呼ばれた仲間、ヘンドリック・テルブルヘンと共に画学校を始めた。百二十三年、 ホントホルストは、十枚と結婚し、同じ年に、ユトレヒトの画家組合の長となった。ハーグ駐在のイングランド全県講師、ダドリー・カールトン教が、ホントホルストの絵を機に、イリ・アランデル・博、トマス・ハワードとドーチェスター教に推薦したことから、ホントホルストはすぐに、流行の画家となっていった。1626年、ピーテル・パウル・ルーベンスの訪問を受け教をしたが、 ディオゲネスの逸話の人物として、ピーテル・パウル・ルーベンスを描いた。プファルツ選定公妃、エリーザベト、ナショナル・ギャラリー・グラ・イングランド王チャールズ一世の姉で、プファルツ選定公妃エリーザベトは、領地をハプスブルク家に奪われ、オランダへ亡命したが、そこで彼女は、ホント・ホルストを援助し、彼女の子供たちに絵を教えてくれるよう依頼した。そのため彼は宮廷に出入りするようになり、彼を知った。 チャールズ一世が1628年にホントホルストをイングランドへ招聘した。彼はイングランドで数点の肖像画、大きなグー画を描いた。このグー画には、チャールズ一世と王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスがアポロとディアーナとして描かれ、二人を迎える群衆の中に描かれた罰金が向こうジョージ・ビリアーズは、メルクリウスの姿にされており、エリーザベトの子供たちが、 守護天使として描かれている。ホントホルストのキリスト降誕図を見るとわかる通り、夜の光景の中にどの登場人物も入れて姿を変えてしまうのが彼の習いであった。マグダラのマリアの改心を描いたコレッジョの作品が根拠となっているが、コレッジョ作品すべてが根拠となっているのではない。しかしこの気まぐれの作品は、不運なことにコレッジョとレンブラント作品において、 マグダラのマリアをモデルとして絵が交渉とされたことから、ホントホルスト作品は彼の手による空想の産物になった。彼は平凡な画風は庶民の表現力よりさらに能力がないとした。芸術はこれら人気な水鏡の写しからわずかに得られるとした。ドイツ人画家で芸術史家よアヒムフォン・ザントラルトはこの時期のホントホルストの人気ぶりの度合いを 彼は一時期20人ほどの徒弟を抱え、その文下生はそれぞれ師匠に年100もの申し込み書の謝礼を支払っていたと言及している。イングランドから帰国すると、ホントホルストは再びユトレヒトに住んだ。芸術家の中での彼の地位は重要なものになったと自認し、活動するユトレヒトでイングランド王家の援助を受け続けていた。彼は1631年にプファルツ選帝校。 フリードリヒ五世とヒエリーザベと二人の子供たち全員を描いた作品を仕上げている。同時期にはドーチェスター教の依頼により、オデュッセイアの数点の差し絵を完成させた。デンマーク王クリスチャン四世のために、デンマーク史に残る事件の絵を構図した。膨大な修作の過程において、彼はチャールズ一世夫妻、バッキンガム公、プファルツ選帝公夫妻の肖像画を多く描かねば、 ならなかった。オラニエ公フレデリック・ヘンドリックとヒア・アマリア、三人の皇女たちの肖像画。1647年、アムステルダム国立美術館像ホントホルストは、オラニエ公ーヒア・アマーリエの宮廷画家となって、1637年にハーグへ移り住み、ライスビック城で行われた大冠式の絵、また森の中の家を描いた。画作に集中できる時間はなく、彼は、 肖像画制作に情熱を注いだ。彼の作品は非常に数多くイギリスやヨーロッパ大陸のギャラリーで豊富に展示されている。彼の最も魅力的な作品は彼が磨いたカラッパジオの画風、すなわち音楽家、歌手、客のいる居酒屋を描いたものである。ホントホールストは一本のろうそくで照らされる光景を再生する偉大な手腕を見せている。しかし、 彼は暗すぎる部屋で繰り返し描いたように見られており、鮮やかな色彩の有限さが、薄暗い平静さと、価値のない色沈みから取得できる濃淡の一律の、赤さにおいて、失われてしまっている。下書きにおいてむしろ鋭く、肉付けにおいて厳格であることから未だ、多大な関心が持たれているのは、ラの諸作品である。ホントホルストの初期の画風は、竜と奏者、聖ヨハネの殉教。 ペテイロの釈放から伺える。彼の後期の画風は森の中の家でヤーコブ・ヨルダンスや他の画家によって不利な立場を与えられたことを表している。ホントホルストは1604年生まれの弟ビレム。ビレムは時折ベルリンに行った他は主に出生地ユトレヒトで生涯を送った。しかし彼はアムステルダムにある肖像画を除いてわずかしか作品を残さなかった。 ありがとうございます。